すっごく元気になります。じゃあやっててもそうですし、見ててもそうだし。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。荒川玲子さん46歳、上田市でチアリーディングのコーチをしています。学生時代は全国大会で優勝経験もある荒川さんですが、結婚後はチアから離れた生活を送っていました。転機が訪れたのは10年前。市のスポーツ施設で働く中、子どもたちのチアチームを作りたいという声が地域から上がったのです。最初はチアを楽しむことをモットーに指導していました。次第に大会にも出場するようになりましたが、子どもたちは練習の成果がなかなか出ず、悔しさやもどかしさを募らせていきました。勝てなくても今までの過程が良ければいいんじゃないのっていうような、まあ、綺麗事しか今って思えば言ってなかったんですけど、本当に悔しそうな顔をしてなんか泣いている姿を見た時に、あ、これじゃいけないなって。指導者としての姿勢が変わったのもこの時でした。どういうふうにしたら勝てるのかっていうことを教えてあげる存在にならないと存在価値ないなって思いました。そして2016年の世界大会では10位に入賞。荒川さんは今チアを通じて子どもたちに努力することの大切さを伝えています。チアリーディングを通じて何か幸せになる力を自分で育むことができる素敵な大人に成長してくれたらいいなっていうのが、一番の願いです。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。